はい、こんにちは。グリーンゾーンジャパンの正隆です。今日は患者目線から見たイギリスの医療大麻事情についてお話ししていこうと思います。イギリスというのはですね、医療大麻合法になっているんですけれども、事情はですね割と複雑なんですね。そもそもね、世の中で今治験が行われているこの GW 製薬、ジャズ製薬っていうのに買収されましたけど、 GW もジャズもこれイギリス初の製薬会社なんですね。なんでイギリスでもこの2010年にサティベックスっていう GW が作っているお薬は多発性硬化症の薬としていわゆる病院の標準医療の中で採用されていますし、2020年にはこのエピディオレックスっていうのが使えるようになっています。それとは別にですね、2018年に大麻草のお花みたいなものがですねイギリスでは合法化されているんですけれども、このきっかけになったのがこの写真の少年ビリー・コールドウェル君っていうことなんですね。彼はシャーロットちゃんと同じドラベ症候群っていう難治の転換だったんです。このですね、普通の薬では発作が収まらないので、このお母さんはですねカナダにですねビリー君を連れて行って医療大麻の治療を行ったと。向こうで使ったのがティルレイっていうですね上場している企業の製品だったそうです。これを使ってみるとビリー君の転換の発作がビタッと抑制されたということが起きたので、イギリスの国に帰りたいしイギリスにですね個人輸入をしようという話になったんです。で、まあ主治医もいいんじゃないって言ってたんですけど、イギリスの内務省がおいけしからんぞそれはっていうことでストップさせて、製品が止まっちゃって税関で止められてるうちにビリー君は痙攣して近所の病院の集中治療室に入院してしまうということになったわけです。これちょっとあんまりひどいんじゃないのって、非人道的だよねということで、このですね大麻の合法化活動をやってるテック系の企業の社長さんでお金を持ってるアルバーチさんっていう人がお金を出してですね資金提供を受けてキャンペーンを大々的に展開したところ、ちょっとイギリス政府それ残虐だよねということで内務省がですね怒られて、ビリー君に対して個人輸入っていうのを許可して、実際にビリー君はイギリスの法律では違法なものが使えるようになったと。これを受けてですね、例外にしとくっていうのも彼だけっていうのも難しいので、イギリスは大麻のスケジュールを1から2ですね、医薬品として役に立つものっていうのに変更したわけです。こうやってイギリスでも医療大麻っていうものができたんですけれども、その定義を決めるときに処方箋薬品だけではなくて、こういうお花みたいな前奏製剤も含みますというふうに定義されたわけです。さらに2019年の12月にはイギリスの国民皆保険でも大麻製品を使えるようにしていきましょうねっていう通達が国から出たわけですね。イギリスにはですね、国が誇る国民皆保険制度 NHS っていうのがあります。これ割と有名で原則的に無料なんで誰でもですね安価な医療が受けられるんですが、なかなかね日本の国民皆保険ほどお金払いがいいわけでもなければアクセスがいいわけでもないということで、実際にね私のね仲のいい研修医の時の先輩がイギリスのロンドン大学の公衆衛生大学院っていうのに留学した時に、彼はですね消化器内科医だったんですけど、イギリスで盲腸になっちゃったんですよ。民間の保険を持ってなかったから、これは NHS の病院で見てもらうしかないということになったんですけど、なかなかですねかかりつけ医がまずその専門の病院に紹介してくれないと、2ヶ月後ですみたいに言われてしまって、ちょっと待ってくださいって、盲腸だから早く手術しないと死ぬんです俺っていう風になって、一生懸命食い下がって朝からいろんなことやって、夕方にようやく総合病院みたいなところに受診する許可が得て、それで行ったらもう検査なしで分かりました、じゃあとりあえず手術室で開けましょうということで、何の検査もせずにいきなり腹を開けて、診断が自分で正確だったから盲腸で盲腸を切って事なきを得たんですけれども、彼が帰ってきて、いやもう本当に俺が消化器内科医で結構英語もできたからなんとか食い下がって生きてたけど、これちょっと普通の日本人だったら死んでると思うわっていう風に言ってました。それぐらいですねアクセスがあんまり良くはないと。実際にですね結構ストとかも頻繁に起きていて、結構ヶ月単位でですねスタッフがみんな休んでいたりとかいうことでですね、なんで話題になってですね、イギリスで皆保険で医療大麻製品だバズだみたいなことをですね国際的に言われてる割に、実は NHS 皆保険からバズが処方された人っていうのはここまでで5名以下ということで、ほぼほぼ機能していないということらしいんです。じゃあ一体どうやってイギリスで医療大麻っていうのが使われてるかというと、皆保険と別に民間のクリニックがあるんですね。前もですねこのサフィアクリニックっていうのが結構いっぱい論文書いてるので、それをまとめた動画とかも作ってるんですけれども、こういう民間のクリニックに行くと医療大麻アクセスができるんだけれども、全部自費になると保険は効かないというところですね。このですね仕組みとか医療大麻自体が本当どんな感じなのかっていうのを2023年の12月にですねリバプールのジョン・ムア大学というところの研究者が報告してます。彼らはイギリスで医療大麻を処方されている患者さん24人にですねズームでインタビューして、それを聞いた上でこんな風だよねっていう考察を書いているんですね。
患者さんが伸びることの医療タイマーのメリットに関してなんですけれども、1点目はですね、医療タイマーは全人的医療であるっていうふうにですね、言っております。これは単にその症状をですね、痛みなら痛みを取るっていうだけじゃなく、全体的にですね、精神的な調子も良くなるし、体の調子も良くなるし、エンパワーメントされるみたいなところがあると。多くのユーザーがタイマーのおかげで社会復帰できたっていうことをですね、証言しているということでした。ポイント2点目はですね、タイマーが反応性が高いので便利であるっていうふうに書いてありましたね。これはですね、速やかに効くっていうことだと思います。だから、例えば吸った時に、あ、ちょっと行き過ぎちゃったらもうこれぐらいにしようっていうふうにコントロールがしやすい。その結果、症状の緩和と糖水作用、精神作用みたいなののバランスが非常に取りやすいと。例えば痛み止めでマルヒネとかを考えていただくといいんですけど、効きすぎてずっとうとうとしてしまうみたいなことがまあまああるんですね。そういうのと比べてタイマーの方がコントロールがしやすくて使いやすいよねって患者さんは感じているってことです。ポイントの3つ目がですね、薬が減らせてかつタイマー副作用がないということですね。このタイマーを使い始めることによってほとんどの人が薬が減らせたと。それによって今まで困っていたその処方薬の副作用から解放されたよっていうことが証言されています。かつタイマーに関してはあんまり副作用がほとんどなかった。最初はね、ちょっと決まりすぎて具合悪いってあっても、慣れたら調節できるので、そういうのもコントロールできるようになりましたっていうことが言われておりました。いいことばっかりじゃなくて、逆にイギリスで合法的な医療タイマー患者として暮らす上での課題みたいなものに関してもいろんなことが証出されています。ポイントの一つ目がですね、やっぱ圧倒的に医療従事者が知識が足りないと。主治医の話をしても合法化されたなんて知らないし、そんなもん使ってないで普通の薬飲んだ方がいいよっていうふうに言われている人がたくさんいて傷ついたみたいな話ですね。実際に2017年の時点の調査ではアイルランドの家庭医の 59% はタイマーを批判罪化することに対して反対の立場だったということで、別にね、タイマーに対して医療従事者があんまり理解がないのは日本だけの話ではないということですね。ポイントの2つ目がやっぱ非常にお金がかかると。さっき言ったようにですね、NHS でタイマーが出されてる人はタダなんですけど、そんな人ってごくごく一部なので、実際に転換の子供さんに関して、リオタイマー治療を自費でやっていて、どれぐらいお金かかってるかというと、月額平均が1816ポンド。今の日本円換算で34万円ということで、多少物価に日本とイギリスの差があるにせよ、まあこれはちょっと払い続けるの大変な金額ですね。なので中には子供の治療のために多額の借金を抱えてしまったとか、海外の移住を考えているみたいな声もあったようです。ポイントの3つ目はですね、製品の供給が安定しないと。なんで民間のクリニックっつってもいつもいつも在庫があるわけじゃないので、 THC と CBD が1対1の製品が欲しいんだけど、あ、すいません今在庫が切れてますとか、せっかく買ったものにカビが生えてたりとか、流通の仕組みが非常に複雑なので、イギリスっていうのは医療タイマー作ってる国何にもかかわらず、製品が患者さんに届くまでに17回ぐらいのやり取りが物流で発生して、そういうのがロスになっているみたいなことが書かれておりました。4つ目がやっぱ社会的なですね、差別偏見。医療従事者だけじゃなくて、世の中生きていく上で自分が医療タイマー患者であるということはやっぱカミングアウトできないとかですね、外出していく時に持ち歩くと職質食らうんじゃないかとかですね、強盗に襲われるんじゃないかということで非常に不安があるということでした。実際2020年別の研究ですけれども、イギリスで医療タイマーに肯定的な市民は一般の 33% っていうですね、データが出ております。なのでまだまだですね、理解が乏しいと。で、これ今イギリスで起きている問題っていうのは日本の5年後、10年後の問題にそのままなるんじゃないかなというふうに思いますので、特にですね、啓発の部分ですね、人々の意識が変わるのには時間かかるので、やっぱりですね、ダメ絶対みたいなことをやめて、ちゃんと医療用途に使えるっていうことを早く国としてもですね、啓発していくことが大事なんじゃないかなと思っております。ということで、今日の動画役に立ったと思う人はいいねと拡散の方よろしくお願いいたします。じゃあね。